にちは、こんまりこと近藤まりえです。友達の経営しているカフェを実はちょっと今日は撮影場所で使わせていただいていて、こんな感じのじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、ちょっと分かりにくいね。こんな感じで不思議とマスター気分になってくるカフェのマスター気分になってきて、不思議と悩み相談に乗りたくなってくる。わかります、それイメージある。最近どうなのか、最近どうなのっていうの聞きたくなりますね。たくみさん最近どうなんですかやばいコーヒーでも飲みます？あ、飲みたい。浄水、いやすごい、カフェこんまり。最近どうなんだ、最近眠いね。最近眠いですよね。あ、帰ってきた。あ、子供たちが。やっぱね、まあ、もうすぐ1歳になるけど、長男がまだ起きるからね。ねえ、だいぶ睡眠が阻害されているっていうのが一番悩みなんですね。今の夢は満足に寝たい。息子のね、夜担当は匠さんなので、昼はね、私が見てるんですけど、そう夜久美さんが自分の身を削ってやってくれてるから、ね、いいね。どうだ、なんか悩みないの？悩みですか、うん、ガチなやつ。え、ガチなやつ、ガチなやつするんですか？する。なんだろう、いや、会社の、若い子がですね、はいはい、自分のやりたい仕事を優先して、やつチームの輪を満たす。ああ、なるほど。社長をである僕をないがしろにする。はいはいはい。まあね、威厳ゼロやもんね。あれ何やったっけ、最近言われてたあのあだ名。あの、そこが空いたバケツ。社長に向かって。ダバダバってこと、ダバダバって呼ばれてるんですか。ただの筒そこ泣いたわけだ。なんか言っても、え、流れていくよ。そうそう、流れていく。全然もう何もこう社長入ってこないっていう。くちゃん的にはそのちゃんと仕事してほしいってこと。そうですね、まあ仕事はちゃんとしてるんですけど、いやそのチームとしての仕事じゃなくて個人で頑張っちゃってるから、はいはいはい、チームを置いてっちゃってるんですよね。ちなみにそういうのはやっぱり匠さんの分野かと思うんですが、うん、いやそれでいうといつもやってることは、うん、あの100万回目的を伝えるっていう、やっぱなんだろう、会社とか組織ってさ、究極本当は人とやるのって面倒だし大変じゃん。お腹空いた。けどはいはい、じゃあオーナーちょっと何か用意して、はい、マスターマスター何かあるかな、ちょっと芋いいね。いやでも芋ですよ。すみません、今日ちょっと朝バタバタしておりまして、あの昨日の夜ふかしたお芋を持ってまいりました。どうぞ。おいしい。おいしいよね。そう、さっきの話の続きで言うとさ、やっぱ一人で仕事する方が本当は楽で、なんだけどわざわざチームになってるっていうのは、目的が一致してるから一緒にいられると僕は思ってるので。 でもただ人って絶対忘れるじゃない、自分も含めて。そうなので、もうとにかく目的を伝える、しかも100万回目的を伝える。そしたら僕もそこが空いたバケツなんて言われないですかね。多分穴が空いたバケツぐらいには格上げするんじゃないかなまだ小さくすることを頑張ります。うん、そうそう、いきなりね、やっぱ閉じるのむずいから。そうですね。ありがとうございます。そっか、カフェマスターが別に必ずしも答えを持ってなくても、お客さん同士でこうやって繋いで話をしていくっていうのもカフェの大事な役割なんですね。うん、いやカフェやりたくなってきたね。本当ですね。お茶みたい。お茶だよ。お、というわけでカフェこんまりに何かお悩み相談ありますか？引き続きお待ちしております。カフェこんまり、新しいコンテンツができた。こんにちは、近藤まりえです。
今日はオンラインの片付けコースのご案内をさせていただきます。このコースは世界中の皆さんが実践していただいているこんまりメソッドの片付けをバッチリマスターできるコースになっています。洋服の畳み方から収納、そして一番大切なときめきの感じ方まで、片付けに必要なすべての情報をこのコースにギュッと詰め込みました。このコースによって片付けを終わらせてときめく人生を手に入れましょう。一緒に頑張っていきましょうね。